ガッツ世界旅行は1902年にフランスのジョルジュ・メリエスが脚本、監督したモノクロ・サイレント映画。1秒16フレームで14分の作品。原作はジュール・ベルヌのガッツ世界旅行だが、この作品を大幅に簡略化し、変更を加えたものである。後半の月人のエピソードは H.G. ウェルズのガッツ世界最初の人間が元になっている。本作は 色のついた着色版も存在する。本作は30のシーンで構成されており、当時の映画としては珍しい複数のシーンで撮られている。また様々なトリック撮影の技法が使われており、なおかつ物語があるという非常に画期的な作品である。世界初の SF 映画とされており、映画史を語る上で必ず登場する重要な作品の一つである。 かつては港に栄光されるシーンで終わりと考えられていたが1993年に発見された着色版ではその後の祝願行事や宇宙船に捕まっていた月人が地球に連れて来られるシーンが発見された日本でも1905年8月に明治座で公開され後にガツ世界探検の放題で再公開された2000年米ビレッジボイス紙発表の 20世紀の映画リストで第84人にランクインされた。本作品は著作権が切れ、パブリックドメインとなっているため、インターネット上で動画を視聴することができる。劇中のワンシーンをセットで撮影している、様子天文学学会でメリエス憤する天文学教授は5人の学者と共に月への探検旅行を提案する。多くの人に迎えられて、6人の乗り込んだ。 砲弾型ロケットは大砲で発射されて月へ向かう。ロケットは人面の月の右目に着弾。無事に着陸した6人は月面を探検する。旅の疲れで仮眠を取るが、洞窟の中には巨大なキノコがたくさん生えていたが、そこへ月人が現れ、一人の学者がコウモリ傘で叩くと月人は消えてしまった。今度は大勢の月人が現れ、6人は彼らに、 捕らえられてしまい、月の王様のもとに突き出された。しかし、一人の学者が王様を倒し、六人は逃亡。無数の月人たちが彼らを追いかける中、傘で応戦しながら逃走する。そこに、崖の真上にある砲弾型ロケットを発見。一行はロケットに乗り込み、教授はロケットの先端のロープを引っ張って、ロケットを落とす。そしてロケットは地球の海に落下。 船に救助されて一行は無事に帰還し、これを記念して街では一行を迎えて盛大な祝い事が行われた。着色版のワンシーンこの映画には多くのメリエスの作品と同様に国白版と着色版がある。現存する唯一の着色版は1993年にスペインのフィルモティカでカタルーニャで発見されたものである。発見された時点でこのフィルムは バラバラの状態であったが、配列を調査したり、他の白黒板を用いて破損した箇所を修復するなどの過程を経て復元された。着色版はデジタルリストア版で修復されており、このバージョンが2011年にカンヌ国際映画祭で上映された。この復元作業については、2011年のフランスのドキュメンタリー映画メリエスの素晴らしき映画魔術で詳細に、 紹介されている。ガツ世界旅行記念の手。ガツ世界旅行ムービーオーカープレスハット、エイトリップツーザムーン、エイリターンチャーニー。カンヌ、2011年4月22日閲覧。ジョルジュ・メイリス、エイトリップツーザムーンインカラー。フリッカー・アレー2012年1月29日閲覧。ありがとうございます。